こんばんは、おばちゃんです。おばちゃんね、なんかいろいろな、まあ、弁護士さんの YouTuber の動画とか見たりしてるのね。結構、あ、そういう法律になってんね。へーってね、思うことあるのよ。で、その中でね、北村弁護士あるじゃん。行列にできる法団事務所の、あの一人だったけども、被害者にね、寄り添ったね、まあ発言とかする。まあ優しいっていうのがすごくわかるね、この人。その人のね、動画でね、こんなね、内容のやつが上がったんだけども、ひろゆき氏が無視し続けた賠償金請求、支払わせることはできる?っていうね、動画なのね。ずっとね、見てたらね、結局、資産はさ、差し押さえしよう。まあ、裁判でさ、いっぱい勝ったじゃん。でも、訴訟側がね、ごめんなさい。疲れてるの、ばっちゃん。今日はもう、パパのこともいろいろあったし、家のこともいろいろあったし、X ビデオも見なきゃいけないし、いろいろあったの。それでおばちゃんね、この動画でね、訴訟した人たちが、まあ、財産差し押さえしようとしても、どこにお金があるかわからないから、抑えるのも抑えられなかったっていう現状をね、いろいろね、語ってるんだけども。で、結局、フランスとか、まあ、弁護士は取って、で、そこのお金の流れも調べなきゃいけないじゃない。そしてだってね、日本の弁護士費用よりも海外のがね、もう圧倒的に高いんだって。だから、まあ、そんなにお金かけて、で、結局取れなかったらって言うんだ。諦めちゃう人いるみたいよ。で、どこにお金あるかわからないってことでしょ?うち、ふっと思ったのよ。YouTube のさ、ね、収益、これ確実に入ってるわけでしょ?ね、切り抜き動画もさ、ひろゆきんとかに何泊か入ってるわけでしょ?で、確実に YouTube から、YouTube とか、まあ Google から入ってるわけじゃない。これ、年間ごつく稼いでるからさ、確実に、ここ、抑えられるでしょ。おばちゃん、ふと思ったんだけども、逃げ得は許さないっていう、まあ、日本の伝統芸ですよ。まあ、引き逃げとか。逃げ得は許さんですよ。YouTube さ、ごつかぼけてんだから、これ捕まえればいいじゃん。とおばちゃん、ふと思ったんだけども。そうすればね、調査費用とか、弁護士さん払わなくてもさ、も確実にだって、ねえ、Google からお金入ってるんだもん。これは、ねえ、資金っていうか資産どこになるかっていうのは、ここだけでも必ず、まあ、特定できんじゃないかなって。これは逃げれないと思うわよ。だって、Google から抑えちゃえばいいんだもん。これは簡単でしょ。どうかな。おばちゃん、これすごく明暗だと思うんだけど。まあ、一つだけ、ちょっと悲しいことを言うとしたら、被害者には本当申し訳ないんですけど、おばちゃんね、ピロユキの動画よく見んのよ。ピロユキ、ごめんなさいね。けど、まあ見えなくなっちゃうの悲しくなるかなって。まあそれは感じたかな。あ、それでね、今、このツイートが話題になってんのよ。まあ、それを紹介してる動画さんで、ブログさんで、動画、時速60キロで走行する電動一輪車が撮影される。わら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 。いい声。Oh, he's working!He's blowing. Wait, race him, Joe, race him. I've been doing 40 miles an hour. It's in the half of the motorbike. Oh, he's blowing. He's quick. Oh, he's wicked. Quick, quick, quick. これね、パパさんに一言言いたい。子供たちからすると、ワーオーじゃない。憧れるでしょ?子供には見せてちゃダメ。だって子供たちワーオーって言ってんじゃん、実際。これほんとワオっちゃうわよ。なんかね、これ、楽天とかで売ってんのよ。楽天さんの使わせていただきました。ありがとうございます。ごめんなさい。キングソング、ケース。S18 って日本で売ってんのよ。で、日本に代理店もあんだって。M
マジでと思って。20万ぐらいするわよ、これ。でね、やっぱり日本の公道ではね、走れないみたい。まあ、法律的にね、クリアできないんじゃない、どう改正しても、日本の公道では走れないけど、こういうなんか、スポーツバイクレースみたいな、そういうのだったら早いんじゃないのかなと思うんだけど。で、YouTube でね、早速なんか日本の公道でこれ走らせて、まあ問題になった人がいるらしいね。それは問題になるよ。で、このね、ブログさんの下の方にね、動画が載ってるのよ、YouTube の。著作権的にね、アップできないんですけど、転倒してるところとか、いやー怖いわ。これ、何？おばちゃんもし乗ったとしても、15キロか20キロ以上出せない。怖くて。あ、それでね、もし日本の法律がクリアになっても、あるものはね、これ日本の行動ではね、まあ、スルーできないんじゃないかなってことあるのよ。日本の道路ってよくさ、軍手の片方とか落ちてるじゃん。その軍手爆弾からさ、逃れられないでしょ。踏んじゃったらさ、段差が変わるから焦げちゃうじゃん。日本のね、道路ほんとね、軍手爆弾いっぱいあるのよ。だから、それを、なんかクリアして走行するのは不可能に近いかなって。でもおばちゃん思うんだけど、なんであんな軍手落ちてんのかしら。不思議よね。今回ね、ご紹介するお店は、町のお蕎麦屋さんという感じのズビしてくるお店で、でね、具材の一つ一つにしっかりとした味付け。昔ながらのすごくいいお蕎麦屋さん。今回はね、言葉はいらないかと思います。おばちゃんね、ここズビし 4.5 ぐらい来るかな。特にこの時期ね、たまらんよ、暖かくなったら。第一段階としてそのキエフ周辺に、政権中枢部全員、大統領含めて政権中枢部の殺害なしが中国にあって、それが失敗した場合には地上侵攻を行う、失敗した場合には、まあ、同時に行うんですけど、地上侵攻を出したのもう一つ二段構えの二段目として行っていて、それが今キエフ近郊まで近づいてきた部隊、あるいは南部を制圧しつつある。要するにだから深くも言ってましたけど、ロシアがうまくいってないということは確かなんですか？第一段階が失敗したことは確かでしょう。ただ北部 そのベラルーシとの国境で150キロ弱あるんですよ、はい。で、イラク戦争の時にその米軍が歴史に残る大進撃をしたんですけど、はい、国境を失わないと歴史になるので、そういう意味ではまた行われているんですけれども、テーブルにつくということだけでも少なくともこの部分は先生前進とは言えるんでしょうか？そうですね、まあ、日本のよりは少なくともお話し合いを続けるということが大事かと思うんですが、今回の報道でも本当に私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。